はい、こんにちは、森です。今回は仕事終わりに思いっきり書き込みたいまかない飯を作ります。今回作るのが無限混ぜそばです。皆さんご存知の通り、混ぜそばはタレを絡めたラーメンの上に肉とかネギなどの具材を乗せてよく混ぜて食べる例のあれです。今回は無限に食べたくなるくらい美味しいレシピを紹介します。家庭にある調味料を使って簡単に作ることができるので、料理初心者の方にもおすすめです。よかったら最後まで見ていってください。それじゃあ早速作っていきます。今回使う食材がこちらです。詳しい分量は動画の概要欄に記載してあります。調味料はこちらを使って作っていきます。めんつゆとお酢はラーメンダレ用で、それ以外はピリ辛ミンチの味付け用で使っていきます。そしたらまずネギを小口切りにしていきます。今回は1人前で2分の1本使います。ネギは混ぜそばのトッピングで使うので、食感を残したい場合はもっと厚く切っても大丈夫です。切ったネギは3分くらい水にさらして辛みを抜きます。次はニラも小口切りにします。1人前で3本使います。これで包丁を使う仕込みは終わりです。そしたら合わせ調味料を作っていきます。調味料を入れて混ぜたら合わせ調味料の完成です。それではピリ辛ミンチを作ります。まずフライパンにごま油 5g を入れて強火で加熱します。フライパンが熱くなったら豚ミンチを焼いていきます。ここでポイントです。ミンチは完全に火が入るまで炒めます。火が入ってない状態で調味料を加えると肉の臭みが調味料に入ってしまいます。調味料を加えたら水分がほとんどなくなるまで中火で煮詰めます。だいたい1分くらいですね。そしたらラーメンダレを作ります。このラーメンダレは超簡単です。めんつゆ 20g とお酢 10g を入れて混ぜるだけです。そしたら最後にラーメンを茹でます。今回は少し固めにしたいので2分間茹でていきます。はい、ラーメンが茹で上がったので盛り付けていきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。ピリ辛に味付けしたミンチとニラとネギがめちゃくちゃ合いますね。ミンチは少し濃いめの味付けにしたんですけど、卵がマイルドにしてくれているのでちょうどいいです。これは夜中に食べたらダメなやつですね。ラーメンダレに少しお酢が入っているのでさっぱりもしていて、本当に無限に食べられそうです。ごちそうさまでした。今回は無限混ぜそばを作っていきましたが、本当に無限に食べられるくらい美味しかったです。あのピリ辛に味付けしたミンチはラーメン以外にもうどんとかご飯にのせても美味しいと思います。興味のある方はぜひ作ってみてください。それじゃあ今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。